グアダループ・オリベーラは、メキシコ・メキシコシティ出身の女子プロレスラー。リングネーム、ラ・アマポーラ、または、単に、アマポーラで知られる。アマポーラはスペイン語でひなげしを意味する。CMLL 所属。1997年12月、CMLL でデビュー。しかし、女子部が休止となったため、大日本プロレスに所属。その後、藤田愛が、 メキシコでデビューした試合の対戦相手となった。2002年1月、その藤田が所属していたアルシオンにレディペンタゴンのリングネームで参戦。リングネームを変えた理由はアルシオン社長ロッシー・オー川ガワによればアマポーラでは知名度がなく資格としてインパクトがなかったためである。2002年5月、有明コロシアム大会で ベビー8のマスカラコントラマスカラに破れマスクを奪われたが、まともに素顔を見せずタオルを被り控え室に逃げ、マスクを取られたら、ギャラをアップしてほしいと会社に要求したという。その後、残るシリーズもマスクを被った。帰国後は、女子部が再開された CMLL で活動。2006年4月、アレナメヒコでダークエンジェルとのマスカラコントラ壁ジェラに破れ、ついにマスクを脱いだ。 同年には、レッスルエキスポ2006に来日、トーナメントにエントリーするが、1回戦で、田村よし子に敗れる。直前には、ネオ女子プロレスにも参戦。2007年11月16日、レディア・パッチェが持つ CMLL 世界女子王座に挑戦し、王座ダッシュに成功。2011年5月8日、レーナ女子プロレス団体旗上げに参戦。 21度目の防衛に成功。9月18日のレーナ新木場大会で、栗原歩み相手に24度目の防衛に成功。10月28日、マルセラ相手に25度目の防衛に挑むが、敗れて約4年守り続けた王座から陥落。2012年10月12日、アルシオン時代に行動を共にしたレオンから、CMLL、レーナインターナショナル王座をダッシュ。 11月11日、レーナアリーナ大会で、ミアイム相手に初防衛成功。11月25日、レオンに破れ王座陥落。2013年3月15日、オメナヘアドスレジェンダスにて、エストレジータとのカベジェラコントラカベジェラに、破れ丸坊主にされた。2014年4月20日、ジュリオ破る CMLL、レーナインターナショナル王座帰り咲き。 5月にベルトを持って来日し、鳴海や牧の挑戦を退け、さらに、ジュリとのリマッチも制して防衛。ありがとうございます。